ており、この影響で、この先の弥富インター37キロポスト付近を先頭に、34キロポスト付近まで3キロほど渋滞しています。さて、4月29日から5月8日までの間、休日割引が適用されませんので、ご注意ください。さて、一道では、混雑対策のため、4月29日、5月2日、5日に、伊勢西インターで、4月30日、5月1日、3日、4日に、伊勢西インター及び伊勢インターで、出口閉鎖を実施します。交通情報にご注意ください。その他にも、渋滞情報があり、上り、森山パーキングエリア、東郷パーキングエリア、下り、大山田パーキングエリアの情報ターミナルで確認ください。ハイウェイラジオ、神曜日、お伝えしました。